はいどうもケマイです。今回なんですけど、9月に発売する俺が完全に見落としていた新作ハクスラの紹介をしたいと思います。このチャンネルもハクスラと共にね成長してきたみたいなところがあるじゃないですか。だから基本みんなハクスラ好きでしょね。だからねこれ多分絶対買わなくちゃいけないの、このゲーム。何かっていうと、そう、マーベルアベンジャーズ。これねまさかのハクスラなんだよね。ただのキャラゲーだろうなってずっと思ってたんだけど、てかみんなもちょっとそう思ってたんじゃない？これね、正直ノーマークだったんだけど、結構由緒正しいね、ハクスラっぽいです。ということで今日はマーベルアベンジャーズの紹介していきます。じゃあ最初は開発元の話からしていきます。このゲーム開発はクリスタルダイナミックスっていう会社なんだよね。あんまりみんな聞いたことないと思うんだけど、ここ最近のトゥームレイダーシリーズを作ってるところだね。ゲームの評判も悪くないし、クオリティという面ではまあまあ期待できるかなとは思ってます。ただハクスラを作るにあたって、その会社にハクスラ制作のノウハウがあるかないかって、これめちゃくちゃ大事なとこだと思うんだよね。バイオウェアにハクスラ制作のノウハウがなくて、アンセムがこけたように、これもそういう意味ではちょっと不安かなって、個人的には思ってます。で、パッと動画見た感じ、かなり簡単操作でド派手なアクションみたいな、感じを結構追求してるみたいなところも見て取れたし、あとハクスラ要素も、結構意外とちゃんとはしていたけど、エンドコンテンツになった時にどうなるのかなっていうのはちょっと気になるところではありました。はい、じゃあ次にどんなゲームかっていう話をしていこうかと思います。冒頭からねもう1200万回ぐらい言ってるんだけど、ハクスラです。ハック&スラッシュ、ハクスラの説明はちょっと割愛はしますけど、ハクスラです。で、基本はチームで行動していくようなゲーム性みたい。オンラインだとプレイヤーと協力をして進めていくだとか、でオフラインだと味方がAI になって CPU になりますみたいな。どうやらねこのゲームかなり、協力とかチームでの連携とか、そういう要素に結構フォーカスしてるみたいなんですよね。なんか面白そうだよね。あとはどうやらソロ向けのミッションとかもあるみたいですね。なんかゲームモードみたいのはいくつかあるみたいで、一つは普通にストーリー、メインストーリー、メインミッションみたいのを進めていくモードとか、あと、俺がねアンセムで散々これ欲しいって言ってた、そのタワーディフェンスというか、ウェーブごとに迫り来る敵をどんどん蹴散らしていくみたいな。で敵はどんどん強くなっていって、どこまで耐えれるかみたいな、そういうゲーム、それもある。あとはストーリーとか関係なく広いフィールドを歩き回って、敵を倒しつつ、装備を漁っていくみたいな、そういうちょっとオープンワールドって言ったらちょっとどうなのか分かんないけど、オープンな世界を歩き回って装備を集めるみたいなモードもあるみたい。これ面白そうだよね。なんかこのゲーム面白そうじゃないって思えてこない？なんかすごいただのキャラゲーだなって思ってたのに、急になんかすげえ面白そうってちょっと思ってきたんだけど、俺だけ？はい、じゃあ次はプレイヤブルのキャラについての話ね。ここさ、やっぱキャラゲーとしては正直一番大事じゃん。だからちょっとちゃんと聞いてね。1番、アイアンマンくん。2番、キャプテンアメリカくん。3番、ハルクくん。4番、ソーくん。5番、ブラックウィドウくん。6番、ミズ・マーベルくん。っていうね、安定のキャラセンス。ミズ・マーベルって聞くと、映画自体がないから、ちょっとうんって思う人はいるかもしんないけど、なんかその映画とはちょっとまた違うっていう意味で、ミズ・マーベルが入ってんじゃないかな。で、こっからが大事。DLC 第1弾で、ホークアイが追加されることが、すでに分かってます。これさ、俺ちょっと言いたいことがあって、俺やっぱさ、ゲームだしさ、せっかくだから俺スーパーヒーロー操作してんのにさ、ホークアイな、みたいな。ホークアイが俺スーパーヒーローじゃないって言ってるんじゃないんだよ。そういう話をしてるんじゃなくて、なんかもっと能力があるというか、スーパー能力があるやつを俺はプレイしたいのね。ホークアイがスーパー能力がないっていう話をしてるんじゃなくて、もっとこう、それこそアイアンマンとかさ、そういうのいいじゃん。いいじゃん、わかるじゃん。ね。キャプテンアメリカ、わかるじゃん。ハルク、わかるじゃん。ホークアイなのみたいな。別にホークアイのことを悪く言いたいわけじゃなくて、そういうちょっとド派手なね、キャラをちょっと使いたいから、
ちょっとあホークアイなんだってちょっと思っちゃったんだけど、みんなはどうでしょうか。みんなのホークアイに対する気持ちも教えてほしいです。まあね、これ結構大事で、まあ、DLC で、まあ、キャラが追加されますよっていう展望を見せてくれることで、まあ、今後どんなキャラ来るんだろうなっていうワクワク、できるしさ、こっちもね、まあ、やっぱりそのアップデートの姿勢を見せるのって、こういうライブ形式でコンテンツが拡張していくゲームでは、まあ、本当に大事だよね。しかもその DLC は無料で、まあ、あと3体キャラがね追加されることが決まってるみたいです。まあそのホークアイプラスあと3体って感じで、追加されることが決まってるみたい。まあ俺はねアントマンでちょっとピクミンプレイしてえなって思うんだけど。どうだろう。でね、そのキャラごとに、4つ装備スロットがあって、そこにハクスラ形式で手に入れた装備をはめていくっていう感じの、ゲームなんだよね。4箇所だから、まあ、そこまで重いハクスラじゃないのかなとは思ったものの、まあ、全キャラやろうと思うと、あの 4× キャラ数分の、装備を集めなくちゃいけないから、まあ、そこそこ厳選は大変なのかなとは思いますけど、まあアンセムよりはマシです。はい。まあ、装備にはなんかパワーとかなんかパークとかがなんか設定されていて、拾った装備を強化することとかもなんかできるみたいなんで面白そうですね。あとはなんか使ってる装備によって出せる技が変わったりだとか、まあ、そういう要素もあるみたいな。はい、じゃあ最後になるんですけど、みんなに朗報です。8月14日から PS4 版のオープンベータが始まります。なんでこれ見てちょっと気になったなって人はぜひプレイしてみてください。ちなみに PC 版は予約者限定のベータが同日8月14日から始まります。これはちょっと PC の方でやろうと思うんで、まあ、その時はね配信とかすると思うから、まあ、ぜひちょっと見に来てください。でさらに8月21日から8月23日の間で全てのプラットフォームでのオープンベータが始まります。ってことでベータは無料なんで、気になった人は積極的に体験してみてはどうでしょうか。はい。あ、ちなみに言ってなかったけど、このゲーム9月4日に発売します。はい。ってことで、ざっくり紹介してみたんだけど、俺はやってないんだけど、実際もう PS4 の、 予約者限定の方のベータは、まあ、多分始まってんだよね。でやってる人はいて、でかなり評判もいいんで、ぜひみんなオープンベータなり PC 版のベータなり、やってみてください。特にねおそらくこのチャンネルに多めに生息しているであろうハクスラソムリエの方、多分いると思うんですけど、そういう人たちはぜひこのベータに参加して、まあ、どれどんなもんかと、確認してみてはいかがでしょうか。はい、じゃあこれで終わりなんですけど、まあ、こんな感じでね最新のゲーム情報をまとめたり、実況したりいろいろやってます。まあ、このゲーム発売した後は多分結構ガチめに攻略していくはずなんで、そこら辺気になる人はぜひ、みんなチャンネル登録、よろしくお願いします。まあ、どこで言おうかと思って結局最後になっちゃったんだけど、これマジでアイアンマンで空飛んでる時ガチでアンセムだよ。マジでガチでアンセム、ジャベリンそのものだね。あのゲームの未練は俺ここでもう果たします。ここで果たす予定です。なのでみんなもあのゲームのことは忘れて、こっちやろうな。というわけで、ではまた。